前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、ね、級位者の方にも、できるだけ分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて今回はお相手の方が三間飛車得意って書いてあるのに振り飛車じゃなくて居飛車やってますね。まあとりあえず相居飛車ならガンギやっていこうかなっていう感じなんですけど、まあ相手がどういう形で来るのかっていうところですね。なんか矢倉っぽいけどね、なんか矢倉っぽいっすね。あ、でも左美濃なんだ。その形はちょっと違和感があるけどな。なんか王様どこまで囲うの問題がやっぱあるわけですよ。3-1に囲うとんのがベストとするならば、やっぱ小瓶相手の気持ちあるじゃないですかって話で。まあまあとりあえずこれはどうすんだろうな。5筋の歩突く、銀出る、角引く、早いか。まあ銀上がりでいいな。まさか相雁木になるとかそういうことはないとは思うんだけど、でもありえるな。相雁木もとりあえずありえるな。相雁木っすね。俺後手番よね。後手番やな。ってことは腰掛け銀型作っとく？それでいいのかどうか。棒銀かな？まだわからんね。とりあえず桂馬跳ねとこうか。これは受けといた方がいいかもね。まあ後手番っていうのもありますからね。早繰り銀か。で相手5筋の歩突いてるっていうのはあるから、7五歩、6五歩、同銀7五歩でお帰り願えないという話があるならば、まあ普通に腰掛けとくのかな。いや、この形あんまやってないような気がするから。か、まあ別にそのね、右玉にいっといてもいいんじゃないって話もあるから。まあ、5筋の歩ついてみるか。腰掛け銀型にしようかなと思ったんですけど、ちょっと方針転換しましょう。で、これで7五歩なら6五歩かな。まあ、飛車引いといて。まあそれは6号かな。本当か？これ押されるんじゃない一回。で、そうよね。その時に。ああ、これはね、銀の取り合いでよかったような気がするんだよな。取り合いで、一回成り捨てが入るかな。とりあえず、銀取って取られて、成り捨てて同金に6七金右飛車下がるみたいな感じでどうなのかな。まあ、とりあえずっすね。で、多分ね、これ成り捨てが1回多分入るんだよな。で、金上がっといて、で、歩打つみたいな。この場合、王様どこがいいんだろうって言ったら5、8っぽいけどね。4五歩の決戦、あーねー。まあ、7五銀打ちたいけどな。7五銀に対して、7五銀、7四歩、6六銀、同銀、同金かな。ど、角か。7分。まあ、7五銀じゃないの。
いやでもそうか、まあ、6六銀、6六銀下がって同金でいいんじゃない、別に5七銀打ちは、まあ、金下がっとけばその銀死ぬんじゃないっていう話だから、まあでもこれは取らんよ取らないよって話で、どうなんだろうな、これ中央に行っとくのがやっぱいいのかな。ん？待てよ、これ銀食いちぎって同金にふーって下がって銀打たれるルートがあるから、まあでもそうね、例えば4八銀から4八銀取られる同角、歩打ちなら8八まで下がっとくてもありそうか、8八まで差があるで、その歩打ちは何だったんですか。まあそういう感じでいくんかな、まあ上がっといて、まあ、これに対してどうしてくるのって話なんだけど、まあ7五歩は同銀かな、本当か、まあ1回ね、角道通すの気持ち悪いのがあるから、気持ち悪いって感じだから、いやこれ悩ましいな、これ1回、あ、そうか、これ銀下がればいいんじゃない、銀下がって6六歩狙ったらあなた銀バサに食らいますけどどうしますって話よね。だから暴れてくるなら7五歩7六歩みたいなのやりたくなるけど、これ下がっといて銀が立ち往生するよって話なんだけど、立ち往生したくなかったら何するって話なんだよな。まあなんか5五歩打つくとか7五歩、はい、ありました、お前には物足りん相手じゃったかの。はい、いかがでしょうか今回ね、右玉か、右玉対雁木の戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。おやすみ。